ご飯。おいしい。唐揚げ、やっぱり唐揚げ美味しいですよね。そう、私それだけは足りる。いやーね、おにぎり買ってこようか迷ったんですけど、なんでだって15時でしょ、今15時におにぎり食べちゃったらなんか、まあいっか買ってくればよかった皆さんどこの唐揚げが好きですか？私はね、ローソンさんのか唐揚げくんがやっぱり好きかな。おいしいですよね。嫌いなものは私ないです。リモート感、リモートこれはおやつですか？そうですね、私のおやつになっちゃいました。テレワーク中の息抜きに見てます。あら、こんなのでごめんなさい。唐山の唐揚げ、セブンの唐揚げ棒好きです。おいしい。あ、なんかさっき流しちゃったけど、セブンの唐揚げ棒おいしいですよね。私も大好き。唐揚げくんチーズがおいしい。あ、チーズおいしい、わかる。わしはか母が嫁さんが作った唐揚げが一番好き。なんて素敵なの、なんて素敵なんですかお弁当、何種のお弁当を食べてます。今おいしい。コンビニでこの間うなぎおにぎり食べて美味しかったです。一緒にランチしてるみたいで幸せありがとうございます一緒にランチしてください。ゆいちゃんは自分で唐揚げ作る。私ね、お家であんまり揚げ物しないんですよね。油の処理が大変っていう理由で自分で作るのが美味しい。やっぱりそうですよね。私も作ろう。そう、ファミマのうなぎおにぎりです。そうウィンピーは食べた。あー、なんか聞きました。ウィンナーとピーマンのことウィンピーって言うんですかたまに朝ごはんに作ります。なんかこれ、この大きさなんですけど、この大きさをなんか番組で一口で食べたんです、私。そしたらなんか一口でいったみたいにみんなに言われちゃったけど、今も一口でいきますいいよねいいよね。で、私あの顎関節症なんで、恥ずかしながら顎関節症なんで、あのお口を大きく開けるときにです、ちょっと一回水飲もう。お口を大きく開けるときにですね、あの一回ガクってしなきゃいけないんですよ。ユッキーは上品だった。私はね、あの、そう、ユッキーものんちゃんもなんかナイフとフォークを使ってましたけど、さすがに唐揚げはね、なんかナイフつけてもらえませんでした。よし、はい、一回ガクってしました。で、これで開くようになります。そう、ガクンってなるんです。いただきます。あくびでね、あくびでなりますよね。わかる。ごめんなさい、もぐもぐしちゃって。いやー、お弁当もう一個食べたい。番組でなんか、大満足ですって言ってたんですけど、大満足なんですけど、もうお腹ペコペコペコリンチョな私は多分ね、3個ぐらいあっても食べちゃいますね。
とお水飲ませてください。はい、もう一個食べたいな。私がまたナッシュのお弁当を食べられるのがあとね、あと1回はあるんですよ、コーヒータイムで。コーヒータイムで、で、コーヒータイムとイブニング12時と18時にお弁当を食べるコーナーをやってるんですけれども、なんとですね、私今週イブニング前半まで担当する時があるんです。そうってことはですよ、18時に私が当たるんですよ。はい、なのでこの先食べますね、また食べますね。部活大変だった、お疲れ様です。しばらくタイアップするの、そうですね、なんしばらく何日間かな、まあ1日2日で終わるタイアップじゃないです。はい、そうです、 4.5 時間なんです。であとコーヒータイムでしょ。今週末は楽しみだな。なんかさやちゃんとのクロストークが待ってるかもしれないから楽しみなんですよ。楽しみ。私のイブニングで、そうですね、お買いメールは書かせてもらうか、もしくは18時半からがまた違う方の担当なので、そのキャスターさんが多分お買いメール書くことになるかもしれません。はい、そんな感じで、そうなんです。はい、あ、番組表ってどこまで出てるんですかね。かもしれない、ほぼ確定やないかい。あんまりでもあんまり 言わない方がね、かもしれないのかわからないですけど、私はでもいや言っちゃえって。ここもゆいちゃんの秘密基地ですか。そうです、ここは衣装室という名の秘密基地でございます。ここにね、ここにカーテンの裏に隠れれば隠れたくなりますね、朝とかね、朝とかカーテンの裏で寝てますね。嘘です、寝たくなりますけど。唐揚げ美味しかったな。はい、そんな感じで私はもう食べ終わってしまったので、またまた今度ですかね、また次のナッシュのあとインスタライブできるかわからないですけども、はい。サメくんはもう海に帰ったのかい。サメくんはあっちのお部屋にいます、はい、サメちゃんじゃなくて今はなんか丸い持ってきますね。じゃあこれがあります。なんか転生したらスライムだったゲームみたいな。はい、こんな感じでここに目口つけたらスライムです。こんなのがいます、こんなのもあります。ほい、あ、なになに、カバン見えちゃったんですか。いや恥ずかしい。カバンはマルベリーを使ってます。ぬいぐるみが、ぬいぐるみっていうか、ぬいぐるみが増えましたね。菊服みたいな、大福みたいな感じですね。はい、そんな感じで今日も皆さん暑いので熱中症気をつけながら過ごしてください。ではバイバイ。急だったんですけど参加していただいてありがとうございました。今来たばかりなのに終わる。いやー、ごめんなさい。お疲れ様でした。ではでは。笑い声聞こえた。
ねえ、あのね、ここのこのもうポンと目の前がスタジオなんですよ。なので今わははがははって笑いながら収録をしてます。どなたかが、はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。どこだっけ、あ、ここだ。